はい、おたえレコード陽介兄です。おはようございます。はい、ですね、今日はですね、まあ製品を紹介なんですけど、まあなんて言うんですかね、機材っていうかもうなんか言うこともないんですけど、これまあ一応お見せしようかなっていう感じで、これなんですよ。はい、何か、はい、これはレコード立てですね。はい、うん、これレコードがねちゃんとあしらわれてるという感じで、結構可愛くないですか。はい、で付属のですね、このゴム足がありますので、これをこうやって、入れ込んでもらうと、スポッてね、こうやって、でこれをこういう風にして、うん、こういう感じだ。はいね、もうしっかり安定感があります。で、もうお分かりですね、皆さん、これはもうこうやってやって、どうぞ、ナウプレイングということで、ね、はい、ダメですか、いいですかちょっともう解説もクソもないんで、これはもうあれなんですけど、まあ割とですね、こういう感じで、なんかサウンドバーとか、まあジャズバーとかロックバーとか、まあいろいろうんたらバーみたいなのあると思うんですけど、今かけてますよということで、こういう風に。で、あとは、普通にご自宅の DJ ブースとかでも、前にあると結構かっこいいし、これを一応発売しようと思ったのは、やったらですね、これいい工場を見つけまして、実は。すごくですね、その工場が、しっかりしてる工場で、金属の精度がかなりいいという感じなので、すごくしっかりしてる、はい、ものになります。はい、国産です。いう感じで、磨きもしっかりしてるし、はい。まあまあ、みたいな感じの、モデルがあります。名前は、まだ、これから発売するんで、まだ決めてないっていうね。うん。まあ、レコードスタンド歌唱みたいな感じで考えてもらえばという感じです。まあ、結構玄関口とかにですね、まあ、インテリア的な感じで、こういう感じでやっといてもらってもいいのかな。で、そういう場合は、皆さん、中のレコード抜いてくださいね、必ず。はい。入れっぱなしでたまにインテリアみたいな風で使ってる人がいますけど、それはね、レコードはね、長時間こういう感じでやっておくと、あんま良くないので、ね、はい。ということで、こういう感じで、レッドツェプリンね、玄関口でこうやって置いてあったら、まあ、高い業者の人と、あ、ツェプリン好きなんですかみたいな会話が弾むかもしれないという感じなので、はい。いう感じで、他になんかちょっと置いてみましょうかね。せっかくなんで、うん、何がいいかな。あ、そうだ、思ったよりまだ在庫があるっていうね、はいディアンジェロの新作、はい、どうですか。これ意外とですね、これまあディアンジェロファンにはもう完全に納得する出来という、良くも悪くもディアンジェロだというような内容でしたけどね。はい、まあこんな感じでブラックメサイアということでね。はい。いう風で、好きな、ものを飾ってもらうという感じです。で、あとはね、雑誌なんかもいいしね。こういう感じで。はい。ブックなんて言うんですか、こういうの。はい。ありますよね。こういう感じでやってもらってもいいし。あ、あと EP やってみようか。EP やってみましょう。EP、EP。EP、ジャケ付きの EP だね。ジャケ付きの EP なんかあるか？もうあった。なんだこれは。ムーン、ああ、はいはいはい、これね、うん、ジャケ付きの EP だとちょっとね苦しいんですけどね。はい、うん、そんなことないか、まあまあいいか、まあこんな感じですね。いう風で、EP の方もちゃんと乗ると、ちょっとレコードがはみ出すのが良くないですか。はい、という感じでございますので、よかったらご導入ください。ギフトなんかにもいいと思いますよ。はい、ということで、はい、ぜひ手に入れてみてください。結構重い、うん、しっかりしてますよ。はい、ではよろしくお願いします。